はい、それでは続きやっていきましょう。今回は何一つうまくいかない？嫌ですね。ただまあ今回でダノプスは終わるんかな？多分。特に変わりはないんだ。ああ。で、今回はメタンがインプット。あ、窒素があるな。シアン化水素ってこれさ、青酸カリじゃなかったっけ？これって。あ、でもこれちょっと待てよ。なかなかだな、これ。まあ、でも、とりあえず、あ、そうか、でもこれ分解と合成が、まあ、でもどっちにしても、これで、まあ、一旦、いつもと同じように、やっていきましょうか。で、インして、ここに出てくる。で、グラブする。で、そうか、3回通す必要があるってことは、だったら、ここでドロップする必要があるな。あ、いや。いっそ、こうするか。これで、で、ここで、ここでもう、こうやって、3回通しちゃう。こうすると切れるじゃん、完全に。ちょっとこっちに寄せるか。で、こうやって、ああ、でもそうするとここでグラブができなくなっちゃう。ああ、そうか、こうするとグラブができないんだよな。ああ、いや、だとしたら、もうちょっと距離がいるか。こうするか。これでグラブすればいいんじゃない？で、ここでドロップ、あ、ちょっと待ってね。ドロップするんだったら、ここでドロップして、これでいいんかな？で、これで、グラブするじゃん。いや、これぶつかるな。これぶつかるね。こうしないとダメだ。で、ここで進行解くか。で、グラブして、青は、下で、落とすか。だ、そうなると、多分、やっぱりここで赤止まるべきかな。とりあえず、旦これで窒素原子2つアウトプットできるはず。一応止まるべきじゃないかなって思ったから止めたけど。いけるね。よし。ちょっと邪魔だな、これ。で、メタンも分解がいる。
で、メタンに関しては C と H の結合だけは残したいんだよね。あ、でもこれアウトプット2箇所にする必要ないな。よくよく考えたら。ここでしか使わないもんね。1箇所でいいのか。若干無駄。無駄だな。だとしたら、こいつも、ここでドロップするか。で、こうするか。ちょっと待ってね。これで、ちょっとコース変えたから。あー、これ良くないね。危なかった。いけたわ。いけた。いけねえわ。あれ、今、そうか、これか。これはこうだ。はいはい。これでいけるでしょ。そうか。最初ここでアウトプットしたからが。それをこっちに移したときに、読み方わかんないけどな。なんだっけ。あ。いやでも、これどうなんだろう。バグってんのかな？どっかで使われてさえくれたら、動いていくんじゃないかな？試しに。ちょっと試していい？これで詰まること自体はなくなるのかな？あ、一応、詰まることはなくなったか。とりあえず、これで。あ、行くね。よし。オッケーオッケーオッケー。なら、こいつの出力系は、窒素原子。うん。で、これが厄介だな。これが厄介なんだけど、こうするただ、これだと全部切れんのか、全部切れちゃうのか。あ、いや、一箇所残るか。一箇所残って、これでいいにするじゃん？で、いや、これ削除は一個でしょ、多分。これ、これ、こうっていけるんだっけ？これいけるんだっけ？ちょっと試していい？あ、いけるいける。いけるね。いけんだけど、これ拾うの大変だな。で、上にアウトプットしたいな。これでも、待ってよ。これ、いけんのかな？こうやって、こうするじゃん。こっちは、あ、いけるわ。いけるいける。
これはなんか毎回ちょっとこのパイプライン引くのが非常に私苦手ですわ。これ引くの苦手だな私。でこうだな。でだからこれ上はこうですね。これが上で下をどうするかだけど、まあでも分解しかできないんだから水素原子だけをアウトプットするしかないよね。でもこれいけるか。これ水素原子この3つをさどうにかしないと、とりあえずこうなんだけど、これで拾ってからさ、まずいやー難しいですわ。これさ、ちょっと待ってね。ここをこんな感じにさせてもらってたね。ここで落とすか。で、多分赤でも拾わないと間に合わんぞこれ。で、こうやってここでグラブをするしかない。で、ここでドロップして、で、アウトする。で、青は一旦シンクさせておかなきゃね。で、赤もここでシンクするんだけど、青がどこで動かすかな。この辺でシンク解いて大丈夫かな。で、青はここでグラブをします。こうやってでも青どうしようかな。これここでドロップさせちゃうと、いけるかな。で、じゃあこれ多分こうしなきゃダメだ多分。でここの水素はこうやってここで拾うか。
間違えた。ほんでだね。これっていけんのか。これでこのコース乗ってくれる？あ、違う。このコースに乗らしてダメなんだ。こうやって、こうだな。で、また汚いな。また非常に汚いソースコードになってるけど、この辺が危ういね。この交差してるところ。ここがうまくいくかどうかだな。どうだろう。で、掴んで、ドロップして、で、赤は一旦止まる。へい。そうか。そうか。ちょっと待って。合成装置がいいのか。で、こうすればいいのか。ちょっとま、一旦船には、繋がないでおこう。ちょっと、動作確認だからね、まだ。動作確認の段階で。ちょっと、最低さ、2周は見てみないと、なんとも言えないからな。うん。で、赤は一旦止まって、青が、ドロップしてアウトして、うん。いけそうじゃない？うん。多分、これは繋がってないからでしょ、これ。多分いけるんじゃないかな。うん。これはだから、ここが切れてるから、怒られるのであって。うん。これはだから、どうしようかな。こうするか。で、青でインして、で、掴んで、で、速攻落として、で、赤はシンクさせておくんだけど、もうちょっとこっちでいくか、赤は。で、インしたら、ここで、ボンドすると。こうすればいいんじゃないかな。で、赤はこうやって、ぐるっと回らせて、で、これで赤が動きやすいじゃない？で、青がまたここで止まるんだよ。で、止まっ
て、ボンドして、で、赤でここで進行解けば、で、青で、ここを通せば、多分拾うはずなんですよ。で、これでアウトすれば、うん、これでどうだ？これだから持ってたら落として、持ってなかったら掴むんですよね、グラブドロップって。それをうまく使えば、どう？これ来てる今、水素来た。落として掴んだ。はいはいはい、でこれで水素がまたやってくるから、それをボンドして、いけてないかい？これいけてるでしょ、これは多分大丈夫。よし、水素はできた、水素はできたから、今度はこっちか。まあとりあえずまずはいいんですよね。でグラブして、窒素と結合させるから、ここで落とすか一旦。いや、回転させなきゃダメか。回転させて、で、ここに窒素を置けばいいのか。これはブルーで、止めた方がいいかな？どうだろう。ここでドロップさせれば、うん。で、青でボンドさせるか。で、青は一旦止まっとくと。で、赤が、よいしょ。これは、ここで赤止まっとこうか。いや、結合させてからかな。こうですね。またちょっと汚いけど。で、ここで赤でグラブ。で、多分これでいいんじゃないか？で進行解けばいいんじゃない？これでいけるんじゃないかな？これで生産カリが出来上がるんじゃない？そうなのね。
そうなのね。そうか、こう出てくんのか。あー。そうじゃん。ちょっと待ってくれ。だとしたら、ここをなんとか、いや、ここはちょっと触りたくないな。こっちか、触るとしたら。ここでグラブして、こうだな。これでどうよ。これで今度こそ生産狩りが出来上がるんじゃないかしら。くるっと回って落とす。ああ、グラブがない、グラブがないじゃない、グラブがないじゃない。まさかグラブを忘れるとはな。そこそここのゲームやってきてグラブを忘れるなんてミスはまだ犯すか。いやでもね、そんなもんですよ。単純ミスってのはね、往々にして起こるんですよ。うん、オッケーじゃね。あ、そうか、そうか。これで落として動き出して、待ってくれ。ここのシンクで赤が動かないといけないから、やっぱこうか。これで赤が落としてシンクで、ここで止まるじゃん、赤が。で、青が落として結合して、これ動き出す。で、青は止まってくれるよね、ここで。こうかな？これで、私の思ったように動いてくれる気がする。これやばいな。一個解くだけで結構かかるよ。こうなってくると、非常に進捗というか、このゲームの進捗が非常に遅くなっていくね。うん。これはいったでしょ。いった。オッケー。これはもういいと見た。なら、これでよろしいんじゃなくって、よし。これで動かしてみようじゃないか。どっかで、バグが発生しない限りは大丈夫。こう、いくつかのね、装置が並列で動いてるからさ、これ。あ、やべ、これ、待てよ。これ、なんか、溜まってってんな。まずい。これ、まずくない？これ、まずくない？あ、でも、待機すんのか。くそー！そうかー。遅い。遅いな。距離の問題？反応装置の距離の問題かな？もうちょっと早く装置にたどり着くべきか。こうするべきかな？水素は大丈夫なのかな？
ここの距離があまりにも遠すぎると詰まってきちゃうのか。それは想定外だったな。これでどう？あ、でも溜まってってんな。溜まってってんな。いや、これダメかも。これダメかもしんない。ですよね。溜まってっちゃうんだよね。ってなると、ここをもっと速度を上げるべきだよね。ここが遅いんだよな。これどうしようかな。結構窒素がハイペースで送り出されるから、もうちょっと窒素の送り出されるペースを緩めるか。そうしないと無理かもしれんな。どうなんだろう。これどうなんでしょうね。どんどん溜まってっちゃうのか。あー、これはダメだな。やっぱこうだな。こうしないとずれちゃう。って考えると窒素がハイペースすぎるのか。ちょっと遅くする。青がいらないってことない。もう赤だけに任せる。ちょっと一旦、あ、スタートの向きも変えれるのかこれ。あ、それは知らなかったぞ。これちょっと、赤だけで考えるのをちょっと試すか。これで、まあ、一旦ここに置いといて、まあ、これはこれで、グラブするじゃん。で、ちょっと大回りさして、ここで、じゃあ、アウトはこっちだ。ここでドロップさして、今度ここでグラブをした上で、こうすれば、うん。これで、窒素の送り出されるペースはちょっと下がるんじゃないかな。だから詰まることはないんじゃないかなっていう気が。でも青はもう、青は忘れる。青はもうちょっと一旦置いとく。多分これでもうまくはいってくれると思うんだよね。うん。落として、アウトして、掴んで、うん。ちょっとこれで様子を見るか。これでぶつかんなければいいんだけど、そうか、おのおのの装置の反応速度を考えなきゃいけないっていう、この、あ、でもちょっと溜まってきてるぞ。あ、やべえ、溜まってきてんな。それでも溜まっていってんな。あー、やばいかもしんない、これ。これどうしようかな。あー、ダメだな、これ。やっぱ詰まるな。やっぱり詰まるね。
ここだな。問題はここですね。ここを、なんかシンクで止まるのが無駄なんだよね。結局。結局、それが無駄なんだよね。だここはもっと早くしないといけないんだ。ここで窒素を反応させるペースはもっと上げる必要がある。これだからさ、ちょっと待ってね。思ったのは、ここで止まる必要なんかなくって。ただ、これで、これはこう、グリッと落とすじゃん。で、止まるじゃん。いや、止まんないのか。ここで動き出すのか。動き出しちゃうけど、もうちょい遠回りさせる。だから3マス分遠回りすればいいんでしょ。要はここで動き出すってことは1 2 2、これでこれでどうだろう。そうか、シンクを使いすぎるとそこでミスというか障害が発生しちゃうのか。詰まるんだな。うん、一旦うまくはいってる。うまくはいってるよ。これはどう？いいんじゃない？これはシンクがさ、一箇所で済んでるから、まだつまんない気がするんだよね。窒素が。これでどうだ？詰まってるけど、ちょっとまだやっぱ詰まり出してるけど、あ、詰まってんな、詰まってんな。これどう？詰まってますけど大丈夫かな。微妙だな。非常に微妙ですよこれ。かなりギリギリで持ってるね。ギリギリ目詰まりが防止されてる。これはうまくいってって欲しいかな。ちょっといろいろ調整したからいけてんじゃねえかなっていう気はするんだけど、かなりギリですね。どうだ？いや、ほんとなんかさ、まさにシステムエンジニアの仕事っぽい。その、性能の改善っていうのは、本当によくやるからね。
大体さ、結合テストとか、まあシステムテストあたりで、性能テストとか負荷テストをかけるんですよ。で、そこで問題が出た日にはですよ、もう必死でもう血眼になって、どこで SQL のインデックスが当たっていないかとかさ、もうそんなのを必死で探してさ、で、なんとかこの SQL を早くしてみたいなのを、もう、しかもそれがまたね、後工程に来るのよ。後工程にそういうもんがあるからさ、結構その、納期ギリギリで性能問題とかが出ちゃうと、まあ眠れない。まあ今はね、その、労働基準法というものがちゃんと厳守されてるから、いいんだけど、昔はほんとやばかったらしいね。もうずっとその現場に張り付いて、もう血眼になってやってたって聞きますね。それこそもうレッドブル手放せないとかね。うん。よかった。今回はオッケーっぽい。いや、かかったな。しかしこれが終わったら次なんか分岐があったよね。あの分岐は、どうだろう。ストーリーが分岐するっていうわけでもなさそうなんだけどな。よし。サイクル数はまあ多いね。そりゃそうだな。うん。あえて遅れるようにしたからね。こう、大回りしたりとかで。でもシンボル数はちょっと少ないのか。うわぁ、サイドストーリー？いやでもちょっと今回すげえかかったな。まあでも、どうなんだろう？どっち行けばいいんだろうな。まあでも、防衛からかな？でもサイドストーリー気になるね。え、でもちょっと待って。実績で出なしってことは、これはじゃあ、ストーリーだけ？いや、何その、防衛ステージって何？何それちょっと待って。そんな？何を言ってるんだ？どういうこと？なんかが攻めてくるってこと？マリアン、すぐに来てくれ。ジョエルの声は緊張して様子だった。マリアンは返事もせずに部屋から飛び出していった。彼女の椅子が滑ってワークステーションに激突するの横目に、私も彼女を追って廊下を走り、ジョエルのオフィスに向かった。彼はコンピューターの上にうずくまり、シャツには汗が滲んでいた。マリアンはコントロールパネルへ飛びついた。ジョエルは拳でキーボードを何一つまともに動きゃしねえ。停止していた採掘用ロボットが再起動した。マリアンがスイッチを操作して画面を見える位置に回した。そこでは地上部。ロボットが誤作動ってこと？最悪じゃん。止めないと、ジョエルが言った。震度を変えさせる方法はないのか？マリアンが端末の操作盤上で指を素早く動かし、通信チャンネルを確認していく。一切応答がないんだ。ジョエルが肩にそっと手を置いて、やめるように促すと、マリアンは両手を膝の上に落とし、うなだれた。どうすればいいんだ？私が尋ねると、ジョエルは部屋の向こう側へと大股へ歩いていき、消火器の下のロッカーを開いた。緊急時専用の宇宙服が入っていた。あのロボットが基地のどこかに当たりでもしたら全員蒸し焼きだ。最悪じゃん。じゃあ、ロボットをその、なんかメタンを充満させて爆発するっていう、それを使ってロボットを倒せってこと？サイレンが鳴り響く中、ジョエルは宇宙服を装着し、ヘルメットの機密を確認した。そして、小口に差し掛かると振り向いていった。外周部に酸素のタンクがある。メタン抽出装置からの注入で爆発させるんだ。タイミングを合わせて近い方の駆動輪をまとめて吹き飛ばせ。でもそれだと酸素の貯蓄が。マリアンが声を震わせていった。貯蓄を使うほど長い出来そうにない。手は貸せない。そっちで何とかしてくれ。生き延びればその時はその時だ。何をすればいいんだい？